夏を感じる読みたい小説5選。最初の作品はこちら、真夏の方程式、東野圭吾。夏休みを針ヶ浦にある小川一家経営の旅館で過ごすことになった少年恭平。一方、仕事で訪れた郁亜もその宿に宿泊することになった。翌朝、もう一人の宿泊客が死体で見つかった。その客は元刑事で、かつて針ヶ浦にゆかりのある男を逮捕したことがあったという。これは事故か殺人か、湯川が気づいてしまった真相とは。続いては、この夏の星を見る辻村瑞希。離れていても空は一つ。全国の中高生たちは天文活動を通じてつながっていく。2020年春、コロナ禍で登校や部活動が次々と制限される中、全国の中高生は複雑な思いを抱えていた。茨城県の高校2年生朝、渋谷区の中学1年生真宙、長崎五島列島の旅館の娘まどか、それぞれに天文活動に出会った生徒たちはオンライン会議を駆使して全国でつながっていく。望遠鏡で星を捕まえるスピードを競うスターキャッチコンテスト開催の次に彼らが狙うのは。続いては、夏海のホテル森沢清。写真家志望の大学生相葉慎吾、卒業制作間近、彼女の夏海と出かけた山里で古びた萬や竹屋を見つける。そこでひっそりと暮らす母子安ばあちゃんと地蔵さんに温かく迎えられた慎吾たちは、夏休みを竹屋の離れで暮らすことに。夏空の下で探す毎日は飽きることなくシャッターを切らせる。やがて地蔵さんの悲しい過去を知った慎吾は、自らできることを探し始めるが、心の故郷の物語。次の作品は、喧嘩オーダーイ。毎日が黄金に輝いた12歳の夏、少年は川辺の流木に奇妙な印を残して忽然姿を消した。23年後、刑事となった相馬は少女失踪事件の現場で同じ印を発見する。相馬の目に消えた親友の言葉が蘇る。俺の父親、人殺しなんだ。あの夏、本当は何が起こっていたのか、今何が起ころうとしているのか、人が犯した罪は正しく裁かれ、正しく償われるのか、司法の真を問う傑作ミステリー。最後の作品は、偉人たちと夏、山田太一。妻子と別れ、孤独な日々を送るシナリオライターは、幼い頃死別した父母とそっくりな夫婦に出会った。込み上げてくる懐かしさ、心安らぐ不思議な旦那。しかし、年若い恋人は、もう決して彼らと会わないで、と懇願した。静かすぎる都会の人夏、異界の人々との交渉を、ファンタスティックに危機迫る筆で描き出す、名手山田太一の新しい小説世界。第1回山本周五郎受賞作品。夏を感じる読みたい小説5選。改めて、真夏の方程式、東野圭吾。この夏の星を見る、辻村瑞希。夏海のホテル、森沢清。玄関、大田愛。偉人たちの夏、山田太一。いい小説は夏が終わる前に読みたいね。